皆さん、こんにちは。今回は人気アイドルグループ欅坂46の元メンバーで、現在は人気タレント、女優などとして活躍する平手友梨奈さんの事務所移籍やグループ脱退理由、恋愛について紹介します。2020年1月23日午後9時前、欅坂46公式サイトで平手友梨奈さんのグループからの脱退が電撃発表されました。また小田奈々さん、鈴本美優さんの2人が卒業し、佐藤しおりさんが活動休止することも合わせて発表となりました。デビューシングルから最新シングルまでの8作すべてでセンターを務めてきた絶対的エースが、なぜ卒業ではなく脱退なのか。その理由として言われているのが、強すぎるこだわりが招いた前代未聞である事件だと言います。以来孤独な存在となった平手友梨奈さんは、自ら卒業ではなくあえて脱退を選んだようです。平手友梨奈さんはその後、同日放送のラジオ番組スクールオブロックに出演し、脱退について先ほどホームページで発表がありましたが、欅坂46を離れることになりましたと報告。さらに、今は話したいとは思わないので、いつか自分が話したいと思った時に機会があれば話させていただこうと思いますと、脱退の理由を明らかにはしませんでした。欅坂46は2015年に結成され、翌16年4月にファーストシングルサイレントマジョリティでデビュー。その年に NHK 紅白歌合戦に初出場し、2019年末には4年連続4回目の出場を果たしました。2019年9月には初の東京ドーム公演を成功させ、グループ全盛期といえる中で突然のエースの脱退、関係者によれば平手本人の希望だといいます。脱退は卒業よりもマイナスに取られがちな言葉、平手自身がグループに迷惑をかけていると責任を感じたからこそこの言葉にこだわったのでしょう。グループが全盛期を迎える中で、シングルは昨年2月からほぼ1年間もリリースなし。平手はこれまで心身ともに浮き沈みがあり、たびたび休養に入らざるを得なかった。センターに平手を据えるシングルの制作は前に進むことができなかったと芸能プロ関係者は語っています。乃木坂46、日向坂46と違って、欅坂46は笑わないアイドルグループとして世間に認知され、メッセージ性が強い歌詞、激しいパフォーマンスを披露しており、唯一無二の魅力で熱狂的なファンを獲得していきました。その楽曲を最も体現していたのがセンターの平手友梨奈さんです。それはまるで自分が楽曲に乗り移ってるかのよう。平手もこだわりが強く、特に紅白で披露した代表曲不協和音では全身全霊を込めてパフォーマンスするため、歌うと心身の調子を崩してしまうほどで、しばらく禁曲となっていましたと芸能プロ関係者は語っているといいます。憑依体質と言われることからも、表現者としての資質は高く、ある芸能プロ幹部は将来は大女優になる可能性を秘めていると指摘しているそう。しかし、いつしか孤独な存在になっていったといいます。そのきっかけとなる事件が、欅坂46のイメージを誰よりも大切にしていた平手は、ある撮影現場でのセットや全体のイメージが自分が考えていたのと違ったため、これでは欅坂46のイメージが壊れてしまうなどと訴え、一旦流れてしまうことがあった。そこには他のメンバーも大勢いましたが、あっけに取られていましたよ。もちろんスタッフも頭を抱えていました。大人の言いなりになることが多い未成年アイドルの中では前代未聞の行動です。そんな平手の強いこだわりを理解するメンバーがいる一方、乃木坂46のようなアイドルを目指していた者もいて、グループは一枚岩ではなかったと広告代理店関係者は語っています。秋元康総合プロデューサーにさえ一歩も引かず、意見を戦わせることもあったといいます。グループを形作っていた象徴とも言える
平手友梨奈さんが脱退したことは欅坂46の最大の危機だと言われていたようです。当時アイドルを卒業した平手友梨奈さんは関係者の間で女優への転身が有力視されていたそうです。2018年に平手友梨奈さんは初主演映画「響き」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、平手友梨奈さん本人もこの作品の続編を熱望していることがその理由として挙げられていたそう。さらにソロ歌手としての道もありそうだと言われていたとか。昨年の東京ドーム公演最終日の最後に披露した曲は平手友梨奈さんのソロ曲で、同映画の主題歌「角を曲がる」。グループとしての大舞台の最後をメンバー個人のソロ曲で締めくくるとは前代未聞ですが、平手友梨奈さんは5万人の視線を釘付けにしたといいます。類稀なる存在感は歌手としても可能性を感じる、レコード会社としても手放したくないでしょうと音楽関係者の方も語っていたそうです。その後関係者などの予想通り2020年からソロアーティストとして活動しており、特に注目されたのが韓国で大人気となり日本でのリメイク版として制作された2022年7月期のドラマ六本木クラスです。このドラマに平手友梨奈さんはヒロイン役で出演しています。また2022年12月21日に韓国の大手芸能事務所ハイブが設立した新会社ネイコに移籍すると公表されました。平手友梨奈さんのハイブ移籍後、公式 SNS 開設の発表があったのは2023年7月18日です。その後平手友梨奈さんのハイブ移籍後初のドラマ主演が発表され、ムロツヨシさんとのダブル主演で2023年10月期放送のドラマ「うちの弁護士は手がかかる」に出演しました。平手友梨奈さんはハイブジャパンの新法人株式会社 NAECO ネイコの一番最初のアーティストとなるため、その活動の後押しが大きなものになるのは間違いないと言われており、今後は日本だけではなく韓国での活動などどんどん活動の幅を広げていくと見られていました。しかし平手友梨奈さんには生意気で不愛想というイメージが定着しているといいます。数々の傍若無人エピソードがあり、その度にスタッフや関係者に迷惑をかけてきたそうです。はじめに欅坂46に在籍していた頃のエピソードとして、ツアーなどで途中退席や欠席が繰り返されていたことが挙げられています。自分の納得できないことがあると仕事中でも途中で帰るという問題行動もあったそうです。欅坂46の頃から不愛想で握手会のドタキャンがあったこともあり、省エネダンスが話題になっていたこともあったそうです。また2018年9月に平手友梨奈さん主演の映画「響き」が公開されました。主演は平手友梨奈さんですが、脇を高嶋政信さん、柳楽優弥さん、野間口徹さん、吉田栄作さん、小栗旬さん、北川景子さんというそうそうたる俳優陣が固めています。その撮影現場に平手友梨奈さんは大遅刻をしたことがあったのですが、その時に待っていたスタッフや共演者に謝罪一つしなかったのだそうです。たまたまその場にいた北川景子さんはその無礼を笑い飛ばしたそうです。心の広い人なのですね。さらには平手友梨奈さんのハイブ移籍の発表と同じ時期、2022年12月のウェブ週刊誌で平手友梨奈さんと佐藤健さんのダブル主演で決まっていた映画ムーランルージュの撮影で平手友梨奈さんが2日目からドタキャンで来なくなったと報じられました。2022年9月に蜷川実花監督の新作日本リメイク版のミュージカル映画ムーランルージュの撮影が始まりました。蜷川実花監督は平手友梨奈さんに惚れ込んでいて、平手さんを主演のトップダンサーで高級娼婦でもあるサティーン役に抜擢し、ダブル主演の相手役を佐藤健さんが務めることになったそう。配給は松竹で2023年公開予定だったのです。実はこの映画ハイブ移籍後に公開されることになると思われていました。
ところがなんと、撮影の2日目から突然、平手友梨奈さんが来なくなったのだそうです。関係者からは、プロデューサーが、今日は平手さんが来ます、と事前に告げ、スタッフや役者がスタンバイして待つものの、実際には来ないという日が続きました。なぜ来ないのかの説明もなく、本人から謝罪の一言もなかった、というコメントもありました。スタッフは当然ながら、他の仕事もある中で時間を割いているのに、わがまますぎやしないか、あの小娘に大人たちが振り回されるのはどうなのか、と怒っていたそうです。そして、そのまま、平手友梨奈さんは二度と撮影現場に顔を出すことがなかったのだそうです。2022年10月に入って、撮影は中断されました。現在、映画「ムーラン・ルージュ」リメイク日本版について、報道しているメディアは皆無なので、本当にお蔵入りしてしまったようですね。ダブル主演の佐藤健さんは超売れっ子俳優で、蜷川監督のスタッフも超一流。一度撮影が中断すると、次の予定を再度組むのは至難の業ですもんね。というわけで、平手友梨奈さんは、共演キャストや監督とスタッフに多大な迷惑をかけてしまったわけです。この映画のクランクインが、2022年9月で平手友梨奈さんが廃部移籍発表より前のことです。今後海外進出した際には、細かい契約社会である海外の仕事となれば、ドタキャンで違約金や賠償金の発生となるでしょう。それ以外でも仕事が来なくなる可能性もあります。平手友梨奈さんにとってデメリットでしかありません。また平手友梨奈さん主演の2023年に放送されたうちの弁護士は手がかかるの番宣番組である FNS ドラマ大賞お宝映像アワード2023秋に出演しました。その際にジェスチャーゲームで他のベテラン俳優たちが一生懸命ジェスチャーしている中、平手友梨奈さんはほとんど不動でした。それをやる気がなくて不愉快と捉えた視聴者がかなりいたようです。番宣で先輩役者さんが笑顔でやっている中、無愛想で見ていて不快。世間はそれほど天才とも思っていない。自分が主役なのに盛り上げようとする意思は見えず、それが戦略なら失敗と結構手厳しい意見が多く、平手友梨奈さんの役のキャラだけでなく、平手友梨奈さん自身の態度でも一部の視聴者が番組を見たくなくなった理由として挙げられていました。ではそんな他の誰もしないような超貧粛な態度を長年繰り返してきた平手友梨奈さんがなぜ芸能界から干されないのでしょうか。その理由を3つご紹介します。1つ目は、他の女優ならイメージダウンになりそうで断る傍若無人な役をやってくれるという点だそうです。平手友梨奈さんが今までやってきた主役やヒロインの役は、好感度を保ちたい女優なら絶対に引き受けない役だと言われているそう。しっかり演じたら俳優自体の人格すらも疑われて、嫌われそうな役をちゃんと引き受けてやってるのはすごいと言われているようです。例えばNHK の朝ドラの関係者からの情報で、2025年度前期の朝ドラヒロイン候補として上がってきているのが芦田愛菜さんと平手友梨奈さんなのだそうです。なんで朝ドラに不愛想で笑わないイメージの平手友梨奈さんと思うかもしれませんが、他の女優ならイメージダウンになりそうで断る傍若無人な役をやってくれそうなので、 NHK でさえ興味を示しているということですね。2つ目は、傍若無人な役が様になっててかっこいいという理由だそうです。平手友梨奈さんの場合はもともと不愛想で笑わないキャラであるため、本人のキャラと役が合わさるところがあります。そのため他の好感度の高い女優が中途半端に演じるよりも何倍も説得力のある傍若無人な役が出来上がります。なかなかここまで嫌なやつ、態度悪すぎて気分悪くなるとまで視聴者に思わせる徹底した役作り、好感度の高い女優だったらなかなかできないですよね。3つ目の理由は、事務所が強いだそう。平手友梨奈さん所属の事務所ネイコは、先ほど話した通り廃部の新レーベルであり、 BTS、 アリアナ・グランデ、
ジャスティン・ビーバーなどのトップアーティストの所属する韓国の大手芸能事務所で、ハイブジャパンはその日本支部。ハイブは時価総額が1兆2000億円ほどになったこともあり、日本の大手芸能事務所の株価は ABEX で約700億円、アミューズで約300億円と、ハイブの足元にも及びません。というわけで、ハイブ傘下の事務所に所属することによって、これからの活躍が海外に向けられていくことは十分に考えられます。だからこそ、絶対に日本の俳優がやらない傍若無人なこともやってしまうのですね。海外を視野に入れているのであれば、日本で干されようと干されまいと、あまり本人の活動には影響が出ませんものね。しかし、そんな平手友梨奈さんは7月25日週刊誌にてネイコの退社が報じられました。この事務所に所属していたのは平手友梨奈さん一人。わざわざ彼女のために立ち上げられた事務所を退社したのは、やはりわがままが原因のようです。平手友梨奈さんがドラマ撮影に遅刻やドタキャンするのが問題視され、契約解除となったようです。2024年2月末にも契約解除の話が出て、反省の色を見せたはずだったのですが、結局は失った信頼を回復させることはできなかったようですね。今後は歌手のアドさんが所属している事務所への移籍話が進んでいるようです。そんな平手友梨奈さんの退社報道にやっぱりとうなずくテレビ関係者も多いようです。テレビ関係者は、欅坂46時代は最年少でセンター入りしていたこともあり、周囲にチヤホヤされることで女王様気質になったのかと思います。こだわりが強く、自己主張をはっきり言うタイプなので、調和の求められる現場での受けはあまり良くないです。本人があまり乗り気ではない作品で、スタッフに向かってもっとレベルの高い現場かと思っていたと発言したと聞いたことも、もともとグローバルな活動を目標にしていたので、日本より韓国の事務所の方が性に合っていると思っていたのですが、才能があってもいつまでも女王様気取りでは世界には羽ばたくのは難しいでしょうねと話しています。平手友梨奈さんの改心を願っているファンの方も多いようで、その願いが届き平手友梨奈さんの改心につながると良いですね。そんな平手友梨奈さんですが、テチという愛称で親しまれています。グループを抜けても人気が落ちることなく活躍していますが、男性関係の方はどうなのでしょうか。平手友梨奈さんが今までに噂された歴代彼氏は全部で5人います。平手友梨奈さんは今まで週刊誌等で報道されたことはありません。有名俳優との熱愛が噂されてはいましたが、実際に写真を撮られたという情報もありませんでした。ファンの方は安心して大丈夫です。平手友梨奈さんの彼氏として噂になった一人目の男性は一般男性です。しかし結論から言うと、この男性は平手友梨奈さんとは関係ありませんでした。平手友梨奈さんが欅坂46に所属していた2014年10月、週刊文春が報道した路中写真が噂の発端となりました。しかしこの写真はアイドルグループ欅坂46の元メンバーである松村さゆりさんのスキャンダル写真であり、平手友梨奈さんは関係ありません。平手友梨奈さんのアンチスレッドにこの写真が投稿され、背格好が平手友梨奈さんと似ていたことから、勘違いで噂が広まってしまったようです。人気絶頂中の当時、中学3年生にもかかわらず、このようなデマを流されて心労が絶えなかったと思います。また、彼氏を名乗る人物がツイッターに投稿した内容も噂の原因の一つです。その内容が、ファン、スノーってアプリわかる？ファン、もし写真撮ったらブログ上げて、平手、任せて、といったものであり、実際にアプリを使った写真が平手友梨奈さんのブログに投稿されたことから指針だとされ、噂が広まりました。しかし、これもデマであることが分かっています。平手友梨奈さんの彼氏として噂になった二人目の男性は、板垣瑞希さんです。
平手友梨奈さんと板垣瑞希さんは2018年公開の映画「響」で幼馴染役で共演しました。2018年の雑誌の記事で、板垣瑞希さんは役作りのために平手友梨奈が好きになる動画を見まくったと話しています。最初こそ平手友梨奈さんと板垣瑞希さんは人見知りで全く話すことはなかったそうですが、次第に仲良くなり LINE で話すような仲になったと明かしています。自他ともに認めるほどの仲良しぶりから熱愛の噂が立ちました。公に仲良しであることを公表した平手友梨奈さんと板垣瑞希さんですが、交際はしていませんでした。仕事現場でしか会うことはなく、報道などもされていません。2020年1月23日に平手友梨奈さんが欅坂46を脱退し、2020年1月31日に板垣瑞希さんがミルクを卒業したことで結婚の噂がありましたが、結婚の報道がなかったためデマだったと言えます。ネット上では2人はお似合いという声が多く上がりましたが、熱愛の発覚はなく付き合っているわけではないようです。平手友梨奈さんの彼氏として噂になった3人目の男性は志尊淳さんです。平手友梨奈さんと志尊淳さんの熱愛が噂されたのは、2021年公開の映画「三角窓の外側は夜」での共演がきっかけでした。志尊淳さんは平手友梨奈さんのことを愛称であるテチと呼んだり、プライベートでも仲が良いです。またアイドル時代はクールなイメージで笑わない印象が強かった平手友梨奈さんが志尊淳さんに対して笑顔を見せていたことも原因の一つです。仲は良いようですが、平手友梨奈さんは志尊淳さんのことをお兄ちゃんみたいと話しており、恋愛対象ではないと話しています。プライベートで食事に行ったり、平手友梨奈さんに彼氏ができたら紹介してというなど、志尊淳さんにとっても妹のような存在なのかもしれませんね。平手友梨奈さんの彼氏として噂になった4人目の男性は岡田将生さんです。平手友梨奈さんと岡田将生さんも2021年公開の映画三角窓の外側は夜での共演がきっかけで熱愛の噂が広がりました。志尊淳さんと同時期に噂になりましたね。三角窓の外側は夜のオフショット写真は毎回3人で仲良く写っており、平手友梨奈さんは志尊淳さんか岡田将生さんのどちらかと付き合っているのではないかと言われていました。しかしこちらも仲が良いというだけで交際の事実はありませんでした。また岡田将生さんは2021年6月3日にフジテレビアナウンサーの鈴木優衣さんとの熱愛報道をされていました。そのため平手友梨奈さんと岡田将生さんは熱愛関係ではないと言われているようです。さらに平手友梨奈さん、岡田将生さん、志尊淳さんでお揃いのぬいぐるみを持っているなど、3人での仲良しエピソードが多く挙げられています。平手友梨奈さんと岡田将生さん、そして志尊淳さんは恋愛関係ではなく良い友達の関係のようです。平手友梨奈さんの彼氏として噂になった5人目の男性は鈴鹿央士さんです。平手友梨奈さんと鈴鹿央士さんは2022年放送のドラマ六本木クラスでの共演から熱愛が噂されました。2005年のドラマドラゴン桜での共演で知り合いということもあり、現場でも話す機会が多かったようです。平手友梨奈さんをてっちゃんと呼んだり、インタビューでは平手友梨奈さんとのとある共演シーンが一番幸せだったと語り、仲のいい様子がうかがえますね。鈴鹿央士さんが自身の SNS に平手友梨奈さんとの雑誌のオフショットを載せると、ファンからは「テチ王子」と呼ばれ、最高のペア、推しですなど2人をお似合いだという声が上がりました。メディアでの仲睦まじい様子から噂が立ったようです。ですがこちらも交際の事実はありませんでした。プライベートで会っている様子もないので、付き合いは仕事の現場だけのようです。鈴鹿央士さんは「もうめちゃめちゃしたいですよ恋愛」と恋愛に積極的な姿を語っています。鈴鹿央士さんは俳優の森崎ウィンさんに「僕恋したいんですけど」と相談するも、
現在も彼女はいないようです。このように平手友梨奈さんに現在彼氏がいるという情報はありません。また熱愛報道されたことも一度もありませんでした。デビューしてからずっとアイドル活動やモデル、ドラマ出演など途切れることなく仕事に励んでいます。人気で忙しすぎて恋愛をする暇がないのか、仕事一筋なのか、とにかく今は仕事に集中したいのかもしれませんね。平手友梨奈さんは俳優の志尊淳さんと岡田将生さんから、まず彼氏ができたら俺たちに見せろ、俺たちが判断するから、人に心配されてしまうほど恋愛下手なのかもしれません。では平手友梨奈さんはどのような男性がタイプなのでしょうか。2021年1月18日放送のしゃべくり7で平手友梨奈さんは好きになった人がタイプと答えています。平手友梨奈さんは特に異性に対してこだわりがあるわけではないようですね。平手友梨奈さんは結婚願望についてはなくはないと答えています。しかし分かってくれる人なんて本当にいないと思う、平手友梨奈のマネージャーには絶対なりたくないと話していました。結婚願望は少なからずあるようですが、後ろ向きな発言が多いです。自分の面倒な性格を評価して付き合える人はいないという考えのようですね。俳優の岡田将生さんは平手友梨奈さんのことをいい意味でちょっと不器用と話しており、そのため一つのことしかできなそうで、結婚したら仕事を辞めそうと話していました。志尊淳さんからも平手友梨奈さんが子供好きということもあり、ちゃんとお母さんしそうと評価しています。今まで共演した俳優との噂がいくつかされていたため、今後も話題に上がるかもしれませんね。いかがでしたか。平手友梨奈さんの事務所移籍やグループ脱退理由、恋愛について紹介しました。アイドルを辞めても人気が落ちない平手友梨奈さん、今後の芸能活動に注目していきたいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。